おはようございます。4月22日第432回ポゴナカワイアニマルラジオになります。昨日はねちょっとライブでだいぶ焼肉を食べた後でお酒が入っていて、酔っ払っていたので、ちょっと過激な発言があったかなと思うんですけどね、申し訳ございません。悪気はないんですけど、思ったことを言ったということだと思いますね。ちょっと僕も内容を見返すのが怖いのであまり見てないんですけど、なんとなく覚えてますけどね。結局は何が言いたいかというとね、人様が可愛がってるのものにケチをつけないでねっていうのは多分言いたかったんだと思います。そんな感じでね、今日の朝もスタートしていますが、今日はね、ミシシッピダイヤモンドバックテラピーです。僕からするとその、何回も、もう2、3回も捨ててる気がするんであれですけど、ここね、去年末、後半ですね、10月ぐらいだったかな、10月か11月、違う、12月に買ったんだ俺、多分11月ぐらいに入ったのかな、のね、入った、ミシシッピダイヤモンドバックテラピー、これ多分ほんと数年ぶりなんじゃないかなと思います。US のね、CB ということで、ライトフェイズもいたりするんでね、どっちなのかなと思ったんですけど、典型的な、ちょっと黒っぽい感じの、口ひげが出てねっていうタイプだったんで、僕が欲しかった、タイプですね。で最初ねちょっと苦労するかなとか思っていたんですけど、持っていたところがねテラピン得意なところだったんで、もう来た時にはね餌食いがで、そちょっと入ってから時間も経ってて、完全にねあの餌とかしっかりやって、温度もやって水質管理もすごいしっかりしてキープされていたんで、うちに来て何もなんていうんですかね、怖いところがなく一気にここまで伸びましたね。昨日の話とかテキサスの話をしたと思うんですけど、テキサスはちょっと苦労したんですけど、こいつはねもう完全にうちに来た時に、バリバリ人工でも何でも食う、優秀なカメになっていました。たまにねやっぱりエビだったり小魚だったりをあげて、で、あとね秘密のあれがあるんですけど、それをねたまに投下するとやっぱり、ね、バリバリ食べてるんですよね。でこれ多分産卵とかにねさせるって考えるとすごいいいよねっていう、何のあれでもそうなんでしょうけど、そういうね栄養を強化するというか、強化するとあるねものをたまに食べさせながらやっています。ペアで揃うかどうかっていうのはわからないんでね、全然繁殖とか考えれてないんですけど、でもなんかメス、オスかなと思ったらちょっとなんか見てるとメスっぽいんで、オスっぽいのをね持ってる人がいたり、あとどっかで売ってるの見たら、ちょっとお知らせいただければありがたいなと思っています。他のねテキサス、コンセントリック、ノーザンとかは国内 CB 出てるのか分かんないですけど、中国とかの方から来ると思うんでね、結構出回ってるところだ。フロリダと、マングローブとミシシッピがほぼほぼ壊滅状態で、その中でね、ミシシッピが来たっていうのはありがたいことだった。で、マングローブはね、中国で増えてるっていうことなんですけど、だから金額がね、とんでもない金額なので、日本にはほんとちょぼちょぼって入ってきたぐらいで、あれですね。そう考えると僕はこのミシシッピが今回ちょっと値段は高い金額だったんですけど、妥当なのかなっていうふうに思っています。いずれね国内で増えてくれればとは思うんですけど、持ってるのは僕だしねっていうねところで、あとは何人の方が買われたのか、僕の知り合いも買ったって話だったんですけどね。そうなんでね、いろんなところに、回っていってはいるとは思うんですけど、ちょっとこいつがね案外いい感じで成長してるんで、先のことをちょっと考えた方が面白いのかなっていうふうには考えています。やっぱり自分が好きだと思うためにね、それをつないでいくことができたら、楽しいだろうなと思うんですよね。でまだこのサイズなんですけども、迫力がある顔つきになってきています。あとはこれでね巨頭になってくれると、メスで巨頭化したタイプになってくれるとね、本当めちゃめちゃねかっこいいんですけど、
まあ、ただ自宅で飼ってて巨頭化するのは難しいのかなとは思うんですけどね。まあ、なのでいろんな餌を与えてみようとは思っています。まあ、そういうのでね、ちょっとでもかっこよく育ってくれたらね。まあでもどうもメスであったっていうのはそのね、メスのフォルムの方が好きだったんで、オスじゃなくて、まあ、オスはねシュッとしててかっこいいんですけどね、ちっちゃいし、でメスはでかいし、まあ、飼いづらいところではあるんですけど、かっこよさ的なものを取るとね、まあ、メスなのかな、メスでいいのかなっていうふうに思っています。まあやっぱ本当によく泳ぐ亀で、ずっと泳ぎ続けててね、たまにバスキングできるところでねバスキングしてるんですけど、そして餌があれば餌をねある分だけ食おうとするっていうね、まあいっぱい食った後はさすがに食わなくなりますけど、本当ねあの亀の餌このサイズでも多分ちょっとちっちゃい亀の餌買ってきたら1ヶ月持たないんじゃないかなっていうような量を平気でバス毎日食べますね。それが成長にもつながっているんだと思いますしね。で成長させるにあたってそのよく言われたのはその乾燥させた方がいいよっていう。でまあちょっと最近乾燥はサボり気味なんですけど、もうちょっとちっちゃい時はね朝晩あの夜抜いちゃえばいいじゃんって言われたんですけど、僕なんかあの完全に抜いちゃうの嫌だなと思ったんで、朝と晩のね水替えの間に、まあ、1時間ずつぐらい、紫外線灯をすごいギリギリのところで当てながら、乾燥させてましたね。だそうするとやっぱり甲羅がパリッとしてきて良かった感じだったんで、まあ、それはテキサスも一緒にやってたんですけどね。だから最近ちょっと、大きくなってきちゃったんで気が向いた時だけねやるようにしてるんですけど、ただ脱走しようとするんでね、うん、なんかまた違う形のやり方を考えないといけないなとは思ったりしています。で水もねなるべくあの綺麗なものに変えるようにして、でプラスねあのアルカリ性にちょっと寄るような、水質になるような感じで考えながらちょっといろいろねぶち込んだりして、やっています。まあ本当ねその綺麗な水でしっかりやると調子がねどんどん上がってくるので、まあ楽しいなと僕は思っています。なんでねこいつがどこまで大きくなるか、そして相方が見つかるのかどうか、これからねちょっと僕の課題なのかなとは思っているんですけど、まあテラピンは本当久しぶりですね。ノーザンとまあ、ポンセは全く立ちがあのブリーダーさんから買ったんですけども、餌も何も食わない状態で来てダメだったとか、まあ、結構ね失敗僕もテラピンしてるんですけど、まあ、そのあれがあったんでね、正直最初来た時ちょっとドキドキしてたんですけど、こいつはね抜群でしたね。なんで本当いい答えを譲っていただいてありがとうございます。という感じで、今日はねあのこれからビッグサイトの方に、向かいたいと思います。昨日はまあまあまあ寝れたし、僕最近もアラームつけてもアラームの前に起きちゃうっていうね、まあ、おじいちゃんじゃんって言われそうなような、生活を送っているんですけど、なんでね、まあ、しっかり時間前に起きて、これから向かってね、イベントの方でねちょっといろいろ亀の話ができたらなと思っています。なのでぜひねビッグサイトの方に皆さんお越しいただければありがたいと思っていますので、ぜひね、お近くの方、まあ、遠くてもね気合い入れてくる方もいらっしゃると思うので、お会いできることを楽しみにしています。ということでね今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。